最果ての星の彼方に、は、エドガー・ライス・バローズによるアメリカの SF 小説。全2部からなるが、未完。第1部、ポロダボシでの冒険。第2部、タンゴール再登場からなるが、実際は未完。単行本収録は1964年。日本語版は、東京草原社の草原推理文庫 SF からそのまま、翻訳されており、リチャード・エール・ポフの、 解説も含めて収録されている。翻訳は厚木厚し、差し絵、カバーイラスト、口絵は竹部本一郎、1970年9月11日。バローズの作品としては最後期のものとなる。彼の作品として見た場合、本作の最大の特徴は他の構成形を舞台にしている点で、なおかつ架空の天体であり、その意味では唯一無二の作品である。 舞台となるポロダ星は、オモスという恒星の周囲を公転しており、オモス星系には全部で11の惑星があるのだが、すべてが同一の公転軌道を描いているのが特徴となっている。初期の発想では、公転軌道に大気圏がドーナツ状に展開し、全惑星で共有しているとされ、飛行機で惑星間を移動するというアイデアもあったようだが、これは放棄された。 おもす成形や言語は詳細に設定されており、火星、金星のような長期シリーズ化を構想していたと言われる。死に瀕した軍人が裸で他の惑星に現れるという点では、諸女作、火星のプリンセスと同じだが、火星シリーズの主人公、ジョン・カーターと異なり、本作の主人公タンゴールはバローズと面識はなく、情報はタイプライターが自動筆記されるという、 不気味な方法で伝達されている。また、沿線的な雰囲気の漂う作風は、火星シリーズの無償的な作風とは大幅に異なっている。本作では、100年も続く戦争が、かなり現実的に描写されている。例えば、プノス国は、必要な爆撃で文明が崩壊し、人食いをしなければ生きていけないという悲惨な状況に陥っている。主人公の属する。 ユニス国では、戦死者が月平均10万人であり、多い時は50万人に達する。個人に目を移すと、ハーカスイエンの妻は14男6女を産んだが、13番目までの男児は戦死しており、年をは軍務に服している。また、衣装は全身タイツのようなものが2着しか、生涯に持てない。これは、金属に似たプラスチック製のもので壊れることがなく、 持ち主が死亡すると売りに出される。これに、顕著なように、娯楽には、勢力が裂かれておらず、二言目には、戦争だから、戦争だものと、半ば諦めたような、思考停止状態の言葉を述べる。しかし、この戦争は、ユニスにとっては自衛のためであり、ユニス人の戦意は高い。H.H. ヘインズの作品番号では、ポロダ星での冒険は101であり、 単語ール再登場はリストにない。創作品数は109までリストアップされているが未掲載の作品が3作ある。本作以前で異星を舞台にしたものは3つある。登場する星は5つで、内訳は惑星3、衛星2である。しかし、金星は分厚い雲に覆われ、滅多に直射日光の差さないという設定であり、地球人である主人公。 カーソンレーピアは装置類を使用せずに呼吸でき、気圧も地球と変わらないように見える。また、月シリーズの場合、全3部のうち登場するのは第1部のみで、しかも地球空洞説を応用した空洞世界になっている。フォボスに至っては接近すると大きさが縮むという設定になっており、本作以外でもオリジナル設定の目立つ星は登場している。 導入部としてハワイに住む私の目の前でタイプライターが自動復帰されるという場面が存在する。ありがとうございます。